はい、こんにちは。お、なんか懐かしの声がするぞ。お、大ちゃん、お久しぶりです。はい、あの僕のね、個人のチャンネルで一緒に出てくれてたり、釣りかでも出たこと何回かある、あの僕の地元の後輩の大ちゃんが来てくれました。おい、イエイ、お願いします。でめっちゃ久しぶりだからね、視聴者さん覚えててくれてるかね。まあ覚えてないでしょうね。許せ許せ、なんで出てくってんすか。だっちゃんやばかもね。てな感じで、はい、今回は、バス釣りに、バス釣り、はい、おい、行ってきました。来ました、来ましたね。なんかこのくだり懐かしくないですか。びしょびしょになって着替えてからちょっとね、くさ、あて、あて、くさ、ほら、いい香りのすね。で、結構天候が、うん、あんまりよろしくなくて、雨がね、そうやね、降ってたので、うん、とあるものをね、ちょっと投げ倒してきました。はいはい、その結果、まあまあまあ、視聴者さんは分かるじゃないですか。もう動画になってるっちゅうことは、ね、何かが起こったんじゃないでしょうか。そうやね。じゃあまあ、はい、まあ行ってきましたということで、はい、はい、その模様をご覧いただきましょうかね。はい、どうぞ。一応やっていきましょうか。行ってきた後だけど。はい、いきますよ。はい、じゃあ今日も一日頑張ったぞ。せーの、どうぞ。触んな。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣り岡でしょう。はい、到着しました。はい、1カ所目、雨がやっぱ降ってますね。降ってますね。雨今日ね、結構降ったね。でもトップにはいいんじゃねえだろうかと。まあ降り始めやけんね。はい、雨が降ったということで、僕は日日風呂市、僕洋次郎先生のポトラグリンチ、ポトラグリンチ、はい、あー、両方多分釣れる可能性はめっちゃあるね。とりあえず雨はトップがいいっていうのを徳者に聞いたから、うん、狙ってると頑張りたいと思います。ほい、はい、でね、ここがね、ちょっとね、はい、増水した時だけいい感じのとこやもんね。だからまだちょっと水位を見たところ、ちょっと可能性は薄かかもしれんけど、ちょっと様子見がてらここに来ました。了解です。さあやっていきましょう。はい、やってみましょう。 OK、 レッツゴー。レッツゴー。ここら辺もね、足元とかおるかもけんね、踏み入るよりって感じやね。でちょっとやりましょうか。あ、おるおる、あ、おるおる、あれ、うわ、いたいたいた。あれですよね、トップするときは落としてちょっと待つんですよね。そうそう、まあ大体波紋が消えるまでとか言うよね。多分ないから行こう。徳ちゃん、何見つけたとですか。カメ、カメ、カメ、カメ。入ってくの。入っていい、買っていい、どうぞ。どれのことを言ってるのかわかんないけど、ん、ほら、え、おー、ほんとや、かわいい、ほんとや、かわいい。よう見つけたですね。もうショコショコってる。本日一匹目の超バ、一匹目やね、一匹目ですね。ついにやってしまった。はい、花だ、かわいい。ちょこちょこ歩いてる。あ、潜ってった、潜ってった、潜ってった。徳ちゃん、移動しますよ。もう二人で行こうか。行きましょう。置いてきましょう。あのおっちゃんダメや。亀仙人になった、亀仙人。さあ、2カ所目。はい、2カ所目。大ちゃんカメラ。懐かしいね、なんかね。俺上手ですからね。俺のチャンネルいた頃みたい。すいません。釣ってやってください。私が選んだのは、リズムウェーブと釣り岡くんのルアー。釣り岡くんのルアーっておかしかった。もうこいつ釣り岡くんにしか見えんけどさ。確かにね。だいぶ減衰してますね。さっき車の中で一投目が重要って言おうかな。水キャストを極力減らすことやねとか言わんさあ、3カ所目って言ったところなんですけど、何か見つけたんですか、徳ちゃん。見つけた。今このちょぼちょぼって、ここ出るとは知らんけど、なんか音ですか。明らかに
マジ？ほらまだ動いたろ。ほらほらほら明らかになんかおったやん。なんかおっすね。とか怖っ。なんかおったっていう。なんかおったね。なんかおった。じゃあ参加帳目頑張っていきましょう。行きましょう。はい。何してらずや。お前ボトラやってんなか。ボトラやってら。だなが。秋田弁忘れちゃった。忘れるよね秋田弁ね。忘れちゃった。まず頑張ってけれ。動かし方習った？習いました。で手動かすの？なんかね、こうハスに引っかかったらね、うん、一点シェイク。あできねえわ。あこれ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 。これわかります？ハスに引っかかったら。うんもうね、この絵面がね、釣り岡くんが溺れてるようにしか見えないんだ。まだ本命ポイントじゃなくて、本命あっち行け。あっちにあるんですね、うん、なるほど。え、ちょっと、ガチ本命いきましょう。うん、ちょっちょい弾丸しつつも行こうか。戻ってきた、戻ってきた。なかなか厳しかねえ。なかなか厳しいですね。踏切止まれ。左右確認。オッケー、行きましょう。うさーやったね、確認が。さあ、大本命。大本命。うわどっちで行くか悩む。スポットを拾うならこっちやろうね。でも夢あるのこっちやろ。夢を追いたいですね。夢を追おうか。どこもかしこも水の抜けよんね。そうですね。めっちゃ出そう。怖っ。ど真ん中引くと間違いやったね、今。ずい？うん。中にもポコってなったね。あれなんすかね。暑い。おっしゃ。おっしゃ。うわー。うわー乗らんかったー。くそー。出たね。出たっすね。今どんな感じだったんですか？後ろからね、これはここにあったしたら、はい、モアンってなんかなったもんね、最初。はい、で、こうピピピって開。行きよってちょっともわってなったけん止めたらパシャンパシャン、うん、パシャン言うたっすね。ね、あその辺です。その辺魚のバラよ。あれ、うん、ちょっと後ろで出ましたよね。もう怖い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 やったかもしれないけど、なんか音が結構派手でした ね。 ね、おっ来た。よっしゃー。おおおっしゃー。うわーバレた。でかかったね。あー出た。でかかった。洋次郎先生、いけるいける。洋次郎先生わかれだ。まだいけるいける。おるよ。出方が派手だったですよ ね。 ね、バコーって出た時ね、バコーって出ましたよ。おっしゃ。おい出たよ。日日バスっぽくないぞこれ。ナマズかも。ナマズや。ナマズや。ナマズだ。せーの、おいしょー。おお、でけえ。でかい。また俺釣りをかるわでナマズ釣った。でもやった。イエーイ。イエーイ。イエーイ。来たね。すげえ。こっち来て一投目やった。すげえ。かっこいいナマズ。綺麗やね。綺麗ね、これ。すげえ。バス行きましょう。だんだん近寄ってきたね。ね。ちょ、ポーン出た。すげえ。今ね、パーン出たけど、ね、よし。大ちゃんも頑張ろう。おめでとうございます。ありがとう、カメラ。アリアス。アリアス。おえ。吉野先生。おは、日日が引けないこのひしも周りを、ボトラーで。やりましょう。やるぞ。もうなんか釣れる気がしてきたね。あと乗せるだけですからね。乗せるだけやろ。ここ出るやろ。さすがに。あらららら。出ませんね。ね。なんで？出てはの。出てはの。向こうまで行きましょう。出てくれよ。おっしゃ。おい、遠いよ。またこいつか。ナマズ博士やんな。あらうえー、でけー。さっきよりでかー。それ
イズアップしとる流れ込みですかこれは。流れ込み、やばでかいな、でかお尻かなんか出とる。うわ、ひたすら洋次郎先生そこ攻めてましたけどね。嘘、多分跳ね物が良かったんだろうね。でしょうね。うわーほらーすげー、ナマズもいっぱい釣れるんじゃこら、見たかすごいでかい。60ぐらいないか、あるんじゃないですか。55ぐらい、ものすごいよこれ。いやー釣れたね、バズ釣りに来たんだけどな。でもね、ナマズ2匹目めっちゃ楽しいよ。あとはバスを釣るだけです。頑張りましょう。バスが欲しいです。バスが欲しいね。頑張りましょう。アリアス日日終え、日日すごいっすね。日日すごいね。やっぱバゴーンって出ました、あのバシャーン出たね、やっぱあの豪快な音で。あとはバスじゃ、引き続きバスを頑張りましょう。バスを頑張りましょう。洋次郎先生再三のチャレンジですよ。お願いやから釣れてよ。ちょっと言った。どういうこと。洋次郎先生理解不能なようです。もう分からへん、もうずっとドキドキしとかんばかりさ。起きた。うわー、なんでですか。もうなんで、まだまだまだ諦めるにはまだ早い、まだ早いよ。なんでよ、バスっぽい出方でしたね。バスボロやね、いける。やっぱひしもの上です ね、もう多分釣るよ。この小雨が俺に味方をしてるはず。戻った、戻った、4号、4号ぐらいある。すごい出方やった。徳ちゃん、イエーイ、よいしょ。いやでもやったー、やったー、よっしゃ、ボトラー、来ました。醤油ボトル、醤油ボトラー、今日は醤油ボトラーの日やったね。まあね、バスは出てくんやったけど、俺はかけきらんでね。いいバス、やったー、よかったー、バッコーン食っとるよ。うわー、あごね、ガッポシ、おめでとうございます。任務完了でございます。そうですね、いやー釣ったっすね。釣ったね、粘った。俺日日フロイジーで、ん、悪いよかくん、悪いよかくんカラーで、うん、ナマズ2本ね、で3回出ました。3倍ね、トップで3回出るってね。なかなかない。まあまあ、ね、俺人生で初めてかもしれない。私ボトラーグリンチの醤油ボトラー、醤油ボトラーカラーがね、今日は4回出たとかな。4回も出たの。4回ありゃ、バス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 やったと思う。でもなんかね、ほら羽物とかも常に動かさなきゃいけないイメージが俺あったんですけど、例えばこういう浮き草の横らへんってこう、ちょん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 って動かさずにこうパタパタパタこうやってたらパコーンってナマズが出て、なんかいろんな使い方できます。いやでもいいやんね、はい、カン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 、トップめっちゃハマったね。で、なぜか大ちゃんは途中からカメラにはまるというね。うん、でも大ちゃんうまいね、ほんとね。なんでカメラはまってんの。ずっとアップで撮り続けてた。あの、君釣りしに来てるんだよ。わかる、はい、ってな感じで。めっちゃいい感じでした ね。うん、下手したらね、普通のこういうお世辞とかじゃなくね、うん、普通のトップよりも結構就業力あんじゃねえかなって思う、うん、この3タイプね。まあ、お近くの川で、うん、ね、なんか、ちょっと待って、マジで。ブチャーン言ったけど。今のはバスやったやつ。すぐ始める。そりゃ投げるやろ。今の絶対バスやったよ。お疲れした。釣りよかるわ、買ってね。向こうもなんか何よ。こら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 。ほら。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、こんにちは。こんにちは。お、なんか懐かしの声がするぞ。お、大ちゃん、お久しぶりです。はい、あの僕のね、個人のチャンネルであの一緒に出てくれてたり、釣り岡でも出たこと何回かある、あの僕の地元の後輩の大ちゃんが来てくれました。おい、イエイ、お願いします。で、めっちゃ久しぶりだからね、視聴者さん覚えててくれてるかね。まあ覚えてないでしょうね。許せ許せ、なんで出てくってんすか。大ちゃんやばかもね。てな感じで、はい、で今回はバス釣りに、バス釣り、はい、おい、行ってきました。来ました。来ましたね。なんかこのくだり懐かしくないですか。びしょびしょになって着替えてからちょっとね、くさ、あて、あて、くさ、くさ、くさ、ほら、いい香りのすなんだよ。でね、結構天候が、うん、あんまりよろしくなくて、雨がね、そうやね、降ってたので、うん、とあるものをね、ちょっと投げ倒してきました。はい、はい、その結果、まあまあまあ、視聴者さんは分かるじゃないですか。もう動画になってるっちゅうことは、ね、何かが起こったんじゃないでしょうか。そうやね、まあ、俺がおるっていうことはね、待ってくそ。じゃあまあ、はい、まあ行ってきましたということで、はい、はい、その模様をご覧いただきましょうかね。はい、どうぞ。一応やっておきましょうか。行ってきた後だけど、はい、行きますよ。はい、じゃあ今日も一日頑張ったぞ、せーの、はい、どうぞ。触んな。